いやもうね、本当に今さっき読み終わったんですよ。でメールやらツイッターやらブログを更新してて、ブログも書いたので上がったら読んでください。今日はメールじゃなくてちゃんとブログの方に上がるはずです。そうだよ、みんな読んじゃったよ全部。ハッピーさん梅、ハッピーさん梅、ハッピーさん福、スコディッシュアマターさん武法、ありがとうございます。放心状態っていうよりなんかね、脱力感っていうかさ、あー終わっちゃったよついにっていう気持ちが一番なんですよ。あとその次に来るのは、まあ、とにかく私の思い描いてた結末で良かったなっていう安心感。なんかもうね、リさんこっち向いてなかった。ハガレン、そうなんかさ、ハガレンの推しは私もね、いやなんか出るできるかなと思ったけど、途中でね自分でうすうす気づいてたんですよ。みんな登場人物がいいから、あの推しが作れないと思った、ハガレンに関しては。なんか初めて自分が読んだ漫画アニメの中で推しが作れなかった。作れなかった。確かにやっぱさ、エドもいいなとかアロもいいなと思うけど、推しにはならんかったよ。みんなそう、なんかさ、私今メール読み返して、あ、私今日何巻から読んだんだと思ったけど忘れちゃった。12だっけな、今日12巻から読んだんですよ、18まで。あ、自分今日こんなに読んじゃったんだみたいな。びっくりしちゃった。なんかね、一回読んだら止まらなくなって、本当になんかね、もう読まなきゃいけないっていう使命感に駆られて全部読んじゃった。12、13、14、15、16、17、18、7巻も読んだのか。しかも最後はちょっと分厚いし。そう、使命感だった。もうなんか影響されまくりでさ、かわいい、もう見た、どうしよう。そのさ、アニメ見たくて仕方ないんだよね今。どこの話から読んだの、どこの話だろう、12巻ってどこだろう。なんかいつもさ1日1冊とか、多くて1日2冊だったから、毎回配信でさ1冊2冊分の感想とか私の思いを話してたじゃないですか、配信で。でも今日はちょっと6、7冊を一気に読んでしまったから、何から話せばいいのか分かんなくて、とにかく今私の読み終わった感想しか言えない。気持ちしか言えない。あとありがとうございます。いや読んでよかったよ、よかったよ。でも次見るとしたらアニメか。もうさ、漫画がもうないから、読むものがネットフリックスで動画を見るもの、見ることしかできないけど、まあ、それでもいいね。なんかなんだろう、動画で見るのもいいけど、漫画で作品を読むのもめちゃくちゃ私好きだから、意外とね、そうアニメもぜひ読むよ、見るよ。見るよ、だって早くさ、みんなの声が聞きたいんだもん。私声がついたらまたね気持ちが入るし、そのアニメ見終わったらもう一回あの本、漫画の方を読み返したいなと思ってます。こんばんは、こんばんは。これがアニメになるといい。わー楽しみだな、楽しみだな。一作目、そっか、二つ目の方がいいよってよく言われてるけど、どっちも見ると思う私。グラトニー、あ、なんかさ、私のエンビーが、エンビーが、エンビーが。と思ったけど可愛かった。あ、
あれはカメレオンってことかな。そうだよね、誰にでも変身ができるっていう、虫といえばエンビー。一瞬死んじゃったかなと思ったらリンちゃんだっけのせいで生き返って。あ、そう、グリードもめちゃくちゃ良かったよかっこよかった。やっぱりグリードも好きだから、その推しとかではなく普通に顔、性格、戦い方が好き思った。グリリンって出た時さ、私笑っちゃったよ、声に出して ちょっと、そう、最後のね告白もめちゃくちゃ好きだった。にやけちゃった。いいね、告白っていいね。いつからされてないんだろう、されたい羨ましい。漫画で久しぶりに見てキュンキュンしたいや、読み疲れた。でもいい疲れ、毎回配信で言ってるけどさアルが可愛すぎる、可愛すぎる。ガリガリでも可愛い。半分、半分。こんばんは、こんばんは。素敵だったな、素敵だったな。さすがエドだな。なんかそう、最後の方にはもうエドはさ、髪の毛が長くなってたじゃないですか。私が好きな姿になってました私アニメの世界、漫画の世界でもそう、髪の毛長くて髪結んでる人が好きなんですよ。アニメの世界だと一番好きかもしれない好き。かっこよかった、かっこよかったな。そう、男の人が一つ結びを無造作にしてるのが好きなの。単発も単発で好きだけどねそう、多分単発しか今までそんなに見てきてないから、たまに不意に現れる髪の毛長い方を見ると好きなのかもしれない。それこそうずいさんもじゃんあの、私の好きなタイプが全て入り込んでる、入ってる、詰め込まれてる。うずいさんは髪結んでるし、身長高いし、筋肉あるし、強いし、言葉も好きだし、考え方も大人でかっこいいし、白髪だしそう、スタッフさんにもね、白髪の人いますかって言っておすすめのアニメを聞きましたそしたらね、何個かね作品出してくれたんですけど忘れちゃった。あ、でもそれこそ本当に呪術廻戦の、五条さん絶対好きだよって言われて、もう私は見る前からもう好きって確定してるの。わかる、私はもう絶対好きになるって思ってるアニメ漫画の世界は本当に本当に一番白髪推しなんですよ。呪術廻戦もね、今日見ようとしたんですよ、ハガレンを読みながらね、休憩として。でも途中で見たらハガレンの話がちょっとよく分かんなくなっちゃうし、呪術廻戦1話から見るわけだから、動画でね、多分分かんないし、ごっちゃになるなと思ってやめました。ちゃんと一つ一つ今読んでるものから終わらせようと思って。白髪と銀髪は別物、でも同じぐらい好き同じぐらい好き。多分ね、いやもうな、もうハガレン見終わっちゃったから、公園でハガレン関係のフリーのポーズはできなさそう、悲しくなっちゃう次は多分領域展開してると思う
まだ見てないからわかんないけど。なんかやろう。2月2日の公演もなんかやろう。ハッピーさんかわいい。ありがとうございます。両手合わせて練習。そう、これはねもうやったんですよ、この間の公演で。これとこれ、指パッチ。わあすごい、領域展開私の感じできるじゃん、了解の量。うわ、これはもう惹かれ合ってるんじゃない、いいんじゃない、量。あ、そっか、2月2日は節分だから鬼関係。そっか、じゃあ鬼滅にするか。鬼滅うずいさん、そう、これやってってきた女の子のファンの方から。確かにうずいさんのポーズなあ、あんまりない。やっぱ銀髪白髪ランキング、人気ランキングで上位の五条さん。そうなの、だってまあ普通に顔もかっこいいしね。財布の服装考えたら、ね、何しよう何しようね、そういうランキングあるんだね、すごい。でもね、ちょっとまだね、名前と顔が一致しないから、またもう一回読んで話せるようになりたいかな。最初から最後までちょっとさ、キンブリーがうーんって感じ。キングキングキング、どこ行った、あれ、あれ、スカーは結局さ生きてるもんね。ナナミンってキャラいる、ナナミンって方はね、あのマネージャーさんが好きって言ってた言ってたんだよ。ちょっと顔がね、まあ見たことないからな。次何見よう、呪術廻戦で、まあこの間メールにも送ったけど、白猫、あれなんだ、なんて言ってたっけ、あのパンダはやっぱりね飼いたい、私も、かわいいかわいい最後まで可愛かった。スーツ着てる男性好きなナナミ、スーツか、スーツ、アニメの方のスーツ気にしたことなかったな。ジョジョ、ジョジョと言ったら外川さんかな、結構ツイートしてますよね。天使の猫のアバターさん、だるま、ありがとうございます。今日で663日目ありがとうございます。そう、パンダかわいい、噛んでもかわいい、あの子なら許せる、多分私に噛まない謎の自信がある。なんだろう、何話したいかったかな、全部見終わった後。元に戻ったことと告白がもう頭から離れない、あとはただいまって言ったところと、ホーエンハイムが死んでしまったところ、お墓の前で泣きそうになったけど泣かなかった、なんかすぐそのまま終わっちゃったからさ、話がもうちょい続いてたら完璧に泣いてた。ホムンクルスについて、ホム、好き
がちょっと足りなかったんだよな。え、アニメだといい？そうそう、そうなんだよ。そうなんだよ、悲しい。悲しいよ。銀のサジ、銀のサジはね、漫画を読まずに映画を見てしまったから見ないかな。見ないかな。ああそう、アームストロング少佐のお姉さんかな、あれめちゃくちゃかっこよかった。なんか先生と似てるなって思った。アニメも見たい。早く上がれぬは100点なんで10何点、150点。私を全部想像より上を超える、なんだろう、物語だった。もうそれはね、ニーナのところなんだよ本当に。もうダメ、ニーナのもうキメラがね一番衝撃だったもん。私はそこからもう最後まで全部を疑いながら読み始めてたから、あんまり驚きはねしなかった、全部のことに対して。もう本当にそこがさ、ショックっていうかね、驚きが隠せなかった。そう、ずっと疑ってたし、これから脳内にずっと生き続けると思う。私のフェリテール超えた？フェリテールは超えない。フェリテールは一番、ずっと多分これからもないと思う、超えさせないと思う。私の心が何が何でも。そうだよ、感動磨きは嫌いだよ。そうだよ、いいなぁ。結局最後までね、ニーナとかは元に戻れなかったもんね、死んじゃったしね、あんな最初の方で。戻ってほしかったなぁ、本当に。あれ夢に出てくる、怖い。そう、グリードとリンかっこよかった。グリリン。かっこよかった。いや普通にホーエンハイムもかっこいいと思った。エドとアルのお父さん、いや死に方も本当にかっこいいと思った。いい顔してこの世を去っていった。で最後のページにはお母さんと。ねえ悲しいね。こんばんは、こんばんは。ハッピーさんおねむ。いやなんか今日夢に出てきそう、ハガレン関係が。で、お、すごい、ビクビク、お眠中です。おみたいな、あったか、フーじいさん。あ、いた、いたいたいた、あれだよ、あれリンと一緒にいた人違う、あれ見た、大丈夫、お兄ちゃんの鳥肌だったでしょ。あれはもうダメよ、夢に出てくるレベル衝撃よ、本当に衝撃。夢の中大事に。絶対合う。開いちゃうから私。あ、そうだよね、リンと一緒にいたおじいちゃんね、まさか死んじゃうと思わなかった。なんかさ、まだ私もね、今までアニメと漫画をめちゃくちゃ見てたわけじゃないから、比べたくても比べられないんだけど、フェアリーテールとかワンピースぐらいしか私見てなかったのね、本当に王道のものといえばなんだけど、あんまり死んでないじゃん、ワンピースなんか特に。エースとかね、白ひげぐらいじゃん、めちゃくちゃ大々的にアニメでも出て。ハガレンなんて最初の方から
大事な人が死んじゃうのがちょっと衝撃だったの。本当にあこんなに簡単に死んじゃうんだ大事な人がと思って、びっくりした。そうびっくりしちゃったねえ、めちゃくちゃ長くなり、そうびっくりした、びっくりしたよ。死んなくなってるんだろうけどすごい出てないじゃん。わかるかな。そう、あかわいい、おはよう、ハッピーターン。かわいい。そう、読み終わってからお父さんとすぐね、連絡取ったんですよ。感想を聞いてきたので、感想を答えました。でもまだね、話し合ってはないから、やっぱね、お父さんとの話はダメなんですよ。SNS を通じて話すのは。直接会わなきゃダメ。か、電話。すごいニヤニヤしながら喋ると思う。想像つく。本当に喋れると思う。でもアニメも見てから話したいかな。父さん見たかな、アニメ。わかんないけど。カレノブタさん、ハートありがとうございます。あ、そう、ハッピーさん、猫ちゃんの口呼吸の音です。ごめんね、勇気じゃないよ。アニメ泣ける。最後どこまでやってるの、アニメって。漫画の全部放送されてるの。全部？そしたらめちゃくちゃ長そうじゃない？そうでもない？ハビーさんかわいい。ありがとうございます。あ、全部なんだ。あ、そうなんだ。アニメ2つあるか。そうそうそう。なんかね、最初から言ってたんだよな。新しい方を見てってよく言われてたけど。剥がれん？そう。何が違うの？二つあるのうち。今日はハガレンを読み終わってしまったから、ハガレンのこの感情のまま余韻に浸ったまま寝たいところだけど、呪術廻戦を早く見たいので呪術廻戦を見て寝ようかな。ちょっとダメだ、最近ねアマングアス見てないんですよ。ちょっとやばいんですよ。アマングアス見て相当ですよ、私。寝るとき絶対アマングアス見て寝てるのに。昨日もハガレン読み終わってからいつも YouTube で更新されるものを見ながら寝てるんだけど、疲れてたのか見てなく寝てたな。いやでもアマングアスの熱は冷めたわけではない。ただ早く呪術廻戦とかいろんなアニメを見てみんなとお話ししたくて。アマングアスはもうさ、誰とでも喋れるけどさ、違うじゃん。基本見てるよね、漫画アニメはみんな。アマングアスは本当にごく数人じゃない、メンバーとか。呪術廻戦も名言多い。そうなの？アニメとか漫画って名言しか出ないね。すごいな。作者さんどうやって考えてるの？フェリーテールもめちゃくちゃ名言多いじゃないですか。すごいな、浜島さん。ねえ、すご。ワンピースもすごいし。ワンピースはさ絶対泣けるじゃん、一人一人のストーリー
ちっちゃい頃からのストーリーを見ちゃうと、わあまたチョッパーのところ見たいな、ナミのところも見たい、ゾロも久しぶりに見たいな。オリジナルストーリーに映画もある。映画は実写のやつ、実写じゃないのもある、何回でも楽しめる。おお楽しみだ、行きたい。ロビンも好き、いやみんな好きなんですよ。でも特に私が泣けるのがナミとチョッパーなんですよ。そうなんだよな。あとはエースエースところは絶対泣けるね。ママこんばんは、ピートン。エルメールさんは本当に泣けるよ、本当に泣けるよ。みんな見てると思うけどさ、なんであんなに何回見てもさ泣けるんだろうね、すごいな本当に。フェイリーテールだとアクエリアスのところが一番泣けるかな私の中で。あとガジルとレビーのところも泣ける数ヶ月前にね、もう一回アニメ見返したんですよ、テレビで大画面でね。そしたら泣いてた、最終回も見たら泣いてた、いつの間にか。まあ泣くために見てるんだけどさそう、あマスタンちょっとダメ、イントネーションマスタング、マスタング、そう大佐の目、悲しい悲しい、あれ治ってないってこと、最後ないの、見えてないの。だからホークアイがずっと一緒にいるのかな。そう、あーメリーゴも確かに泣ける。ちょっと話が飛び飛びになっちゃう、ごめんねごめんね。メリーゴ泣けるね、漫画で見て泣いてたな。治る、あーそうなの知っちゃったやつこれ。いやでも漫画読んでたらわかるの、見落としてた。最後には治る。おお、ありがとうございますよかった治るか。そう、賢者の衣装のね、おじさんが差し出してたから治せるんだと思ったけど、その治した部分が出てなかったよね、漫画の中に。覚えてないだけ私が。アニメだと治る。じゃあその部分見れるのか、楽しみにしてよ。感動の涙、ストレス解消になる。そうなんですよ、そうなんですよ。泣いてる時はもうそのアニメのことしか頭が考えてないから、そう余計なことを悩みとか考えなくて済むから、めちゃくちゃ好き私は あとはアニメとか関係なしに感動する猫とか動物、ペット系の感動のお話をひたすら見て泣いて、ハッピーさんに抱きついて一人で喋ってるもっと大切にしなきゃなっていう気持ちをさらに引き出してくれるの。なんかたまに見るのはね大事よ、動物犬を飼ってる人は特に本当にいい。ちょっと最近そういうの見てないから見ようかな。ハッピーさん、ハッピーハートありがとうございます。ハッピーさんの反応何も分かってない感じちょっとね尻尾バタバタさせて近づきすぎるのが嫌みたいな感じ。
感じよそれでも離れないけどね、私は。かわいい。かわいいね、かわいいよ。薬かい、ハッピーターン。いやー、なんかな、読み終わっちゃったよ。あおみさんも読み終わったんだっけ、鬼滅。どっちだっけ、読んだのかな。21巻から進んだかな。読み終わってたら今はアムさんと同じ気持ち、私は終わってしまったっていう、悲しいっていうかさ、楽しみが終わったっていう、どうだろう。でも今日そっか、カメフレライブだ。ちょっと忘れてそう、鬼滅のこと。アニメがある。そう、今ハガレンロスだね。結構そうね、一気に読んじゃったからな。最後スケーカーのドラマ見て泣ける、すごっそれほど気持ちがでかい、熱いってことがいいことよいいね。喪失感、そうなんだよ。アニメ良かった。ちょっとアニメをほんと見よう。でもその前に先に呪術廻戦を見ると思って、今なんかレッドアイズがもう始まってた。悲しい、予約してなかった。もうそう、天使のおださん、ハト、ありがとうございますアワビさんとお話ししたいけど、違う、ハガレンの話がメンバーとしたい。だから誰呼んでんだ、姫たんだっけ。いやでもお父さんが一番いいかな、やっぱり進めてきた本人だし、多分私の気持ちをめちゃくちゃ知りたいと思ってると思うジュジュツ回戦、言いづらいね。ジュジュツ回戦、こんばんは、こんばんは。ハッピーさん、ハード、ありがとうございますひめたん知ってた、本当。じゃあ、まあ、ひめたん基本王道のものは絶対全部読んでそうなイメージ、勝手に私はね思ってる。お父さんも推しいるのかな。お父さんあんま推し作らないイメージなんですよ、いろんな作品に対して。ワンピースもそういう話ね聞いたことないんですよ。ガンダムとか、あ、でもガンダムいそうじゃない。私読んだことないからわかんないけど、いっぱいいるんだよねガンダムガンダムなぁ、わかんないなぁ。やっぱさ、ガンダム私ロボット系あんまり見てこなかったし、好きっていう感情がないから、ロボット系のアニメあんまり頭に入ってこないかもしれないっていう話をこの間、昨日かスタッフさんとお話ししてて、同じっていう方がいたんですよ。だから絵を見てコードギアスだっけ、もう見ようかなって思ったけど、ロボット系の話って聞いて、あー私頭に入らないかもって思ったんだよね。そうだからエヴァとか進撃も見たい気持ちはちょっとはあるけど、あんまり集中して見れなさそうって思ってるんだよね。なんか徐々に分かってきた、自分がこういうアニメが見たいとかやっとよ、ここで来て。遅すぎるけど、進撃はただ単に私があんまり好きそうじゃないんだよね。なんかわかる、そうロボットじゃないのは知ってる知ってるけど、ただただねあんまり、結構好き嫌い分かれそうと思ってる。まずさ出てくる人たちがさあんまりなんだよな。
そうね。そう、でも進撃はチココさんに言われたので1話は絶対見る。1話見て見れそうだなと思ったら見るし、うん、うん、ハガレは別物だった。まあ1話だと多分見れるとは思っちゃうと思う。多分まださ中盤に、中盤とか中盤以降にならなきゃさ結構な巨人が出てこないでしょ。じゃなきゃ無理って思えないと思う。そうブリーチはね読みたいと思った。意外に引き継げない。本当にじゃあ謎が多すぎる。まあそっか、1は衝撃。そうなの、そうなの。恋愛系、恋愛系、恋愛系のアニメそんな私見たことないんだよな。何があるんだ、何がある。恋愛系の漫画アニメ今まであんま内容まだ覚えてないけど、小学校中学校の頃にとある魔術のインデックスだっけと、イカ娘はなんかテレビの番組表見てたらあったから見てたんですよ。まあ恋愛系じゃないけどね。あとは神様始めましたをちょっとだけ見てて、あれは恋愛系だよね。結構巴がさすごいかっこよかった気がするくらいかな、見たことがあるものは。あ、君に届けは確か読んだことあるな。本の方で、漫画、あれ漫画か。4月は君の嘘も読んだ気がする、高校の時に。そうそうなんだよ、私あやかし系が好きだから、夏目とか蛍火のとか好きなの。神様始めましたも可愛いの。恋愛系なんだろう、求めてないのかな私。もう恋愛系は私漫画っていうよりアニメとかの方がいいかもしれない、入りやすい。声とかもあるからさ想像しやすいし。天使のアバターさんハートありがとうございます。鬼太郎でも確かに鬼太郎は見てた、毎週土曜日とか日曜日だ、ワンピースの近くにやってた気がする。見てたな小学校の頃。妖怪ウォッチも一時期ハマってた。懐かしい。鬼太郎ね、なんかめちゃくちゃ美化された猫娘がいたよね前。アニメで。すごい可愛かった猫娘が。鬼太郎ね、王道、王道だよな。そっか鬼太郎あやかし系か。お化け、お化け、鬼、お化けだよね。そう、知ってる猫娘じゃなかった。背が高いしめちゃくちゃ。いや猫娘はさもともと可愛いんだけど、もうほぼほぼ人間の、本当に人間だった猫娘が。今終わっちゃったかな、もう。鬼は鬼滅、鬼太郎は妖怪、妖怪か。妖怪系はあんまりかな。妖怪系のアニメと漫画ってある？まあ、探せばめちゃくちゃありそうか。そっか、悠々白書、モンストでコラボしてたな。なんかだいたいモンストとコラボしてるのは名前だけは知ってるんだよね、キャラもなんとなく。でもねモンストのキャラでね、ヒロアカの
出てくる人たちのキャラが結構ね私出てたから気になってるから見たいんだよね。ヒロアカは、ヒロアカと何が見たいかな。あ、待って、カオルシンジってエヴァ、カオルシンジモンストでねキャラいるんですよそれで、ね、結構私、ね、使ってたんだよな。あ、エヴァか、エヴァね、エヴァめちゃくちゃ長そう、見るといい拍手神みたいなカオル真嗣、そう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 、暗めのお話なの、そうなの、逃げちゃダメだわ、新宿。知らないよ、顔しか知らない、そういう言葉があるのね。いい拍手妄想クラブあったか、キャラじゃ持ってないわ私。イベントのクエストは言ってたけど、北斗の拳、お父さんお母さん世代かな、よく見るんだよな。やっぱ全部違う、話の内容なんだろう、欲しいわかんないかな、ストーリーがわかんなくなるエヴァは。じゃあ私多分無理だと思う多分無理だと思うなんとかやっとだもんな、ハガレンでハガレンは多分全てを分かりきってるわけじゃないけど、まあ軍だから分かりづらいな絵は難しい、そうなのか、相当好きな人じゃなきゃ無理か、じゃあ無理だ、諦める。ヒロアカは絶対見るあとはフリーだねフリー見なきゃ、難しい用語がいっぱい出る、じゃあ覚えらんない確信やもん。これはアニメ版だとびっくりする、何にびっくりするんだろう。エヴァ恋愛系ならタッチ、お母さんが見てた、ここにターンチってやつタッチ、タッチ、タッチ、でもハマるんだ、すごい、わーいいなー、いろんなアニメと漫画にハマってみたいんだけどな、ハマれなさそうだな私、見るのにやっとそう、ボトムの花嫁も見たいから見る。メジャーは見てないのと一緒テレビで NHK で流してたけど携帯いじってた、小学校の頃全然分かんなかった、よく再放送もやってたよね多分。タッチ、ジョジョね、ジョジョも結構勧められてたんだよな、でも里川さんとお話できるなら読みたい。なんだっけ、紫の髪色、あれは青い髪、目じゃ長いな、そうなんだ、見たことないな、じっくりなんか内容が全然わかんない、野球だよね、でも子供から大人のになったストーリーを描いてるだから長いの、それ、ブチャ、行きました、お兄さん、体勢変えた、かわいいよー、あーふっす
愛い、ありがとうございます。ブチャラティだ、ブチャラティ。髪の短い方ですよね。ジョジョだよね。なんか面白い格好をたくさんする作品っていうのかな。ジョジョ立ちっていうやつ、わかんないんだけどさ、 TikTok でよく流れてくるんだよな。違う、ジョジョも勝手に長そうなイメージ。ジョジョ立ち、わかんないな。すごい面白い格好するの知ってる。でもどういうポーズかはわかんない、覚えてないな。全部見ると長い。わー、長いのか。今から長編の見てもな、難しそう。ワンピースも長いけどさ、もう生まれてから物心ついた時にはもう見てたからあれなんですよ。そう、私ね、ワンピースと同じ年齢だから嬉しいんですよ、勝手に。ワンピースも21歳かな、何月かはちょっと分かんないけど。あ、絵が好き嫌い、わあ、私可愛い系が好きなんだよな。綺麗なリアルな絵は頭に入らなさそう。ハガレンでもさ、最初ううと思ったけど、最後まで読んでったら全然違和感のなくなった。銀魂も見たいと思ったな。ハガレンもこれ長いのか、長い、不思議なタッチの絵。でもとにかくヨアニさんのアニメは全部見てほしいって言われたので。そうなんだよ、ヨアニさんだと何だろう、わかんない。フリーとこの間話したのは軽音かな、違う、軽音はね見ようと思って1話か2話見たけど、もう見てないんだよな、それ以降。岸辺露伴、岸辺露伴ってどんなんだ、初めて聞いた名前。ジョジョブチャラティを知るには4部は必須、4部知るには3部読んだ方がいい。そんな長いね、じゃ無理だ。ちょっと先に諦めちゃってるけど、ストーリーが続いてるけど、そういうことか。春日中学校の頃になんか友達になんか似てるってすごい言われてたんだよな。何だろったんだろう、あれ読めない、あれ篠宮春日の日常なんだっけ。日暮らしの頃にもね勧められた、読んでない、読みたいんだ。春日、確かにみょうまるさんがコスプレしてた、めちゃくちゃ可愛かったんですよ。姉妹春美さん、ありがとうございます。全然違うじゃん、憂鬱だ、何日常って。なんかのと混じってる、全然わからん。すごいね、中学校の頃に同じクラスの子がね、すごいアニメと漫画のオタクの子で、男の子なんだけど、すごいかった。すごかった、今でもすごい好きだから、すごいね、だから一生喋ってられると思うんだよな。アニメ
漫画オタクの子で女の子私周りにあんまりいないんだよな。だから全然喋れない。なんかみんなやっぱりアイドルが好きだからアニメとか漫画じゃないんだよな。あーそうだ、テンスラも見なきゃいけないんだ。絵が好きだったんだよ。この間夜中にやってんの見たんだよな。この間って言っても数ヶ月前だけど。あ、見た。ピータン。声優さんで好きに、声優さん好きになるといろんな作品見れそうだね。そう、スタッフさんに中村雄一さんが好きな方がいて、声優さんグレイの声の方なんですけど、いっぱい知ってた。普通に声めちゃくちゃかっこいいからね。かっきーさん、そうなんだよな。グリードなの？絶対聞かなきゃいけないじゃん。絶対好きじゃん私。キャストなんか注目してみるの、やっぱそうだよね。そうだよな。気にしてみようこれから。すごい目開いてるよね。まだ寝てないんだよなこれ。うん、海田目開けて寝ることはほぼほぼないのね。かわいい、かわいい、かわいい。これが好きなのよ。かわいい、ジャジャに会いたいな。よくあくびするね。私が触るとね、どうしちゃうの。かわいい、ありがとうございます。やばい、もう10時半になっちゃう。早いな。そう、アミタは何でもお話聞いてくれるから。なんかそうだ、最近めちゃくちゃ雨降ってるから外に出づらいんだよな。なんか食料調達にもしに行くのが億劫なんですよ。でもお家に何もなくなっちゃうと生きれないから仕方なく頑張って出るんだけど、ハッピーターンのご飯は買わなきゃだし、雨いつ止むの。明日は雨だよね。東京雪？じゃ神奈川降ってるのかな。そう、クーなの。そう、この服久しぶりに着ました。これはチコです。後ろに書いてあるよね。雨は一番ダメ。そこに風が吹いたらもう外は出れない絶対に。寒さが倍増する。なくなったらハッピーに食べるの。食べないよ。匂いがきつい本当に。ね、猫とか動物、いや私ね、犬のご飯より猫のご飯の方が匂いきついんだよな。何なんだろう、何が違うんだろう。まあ、成分とか使ってるものも違うと思うんだけど、こんなに違うっていうぐらい匂いきつい猫のご飯。魚が臭いのか、そんなにか。確かにすごい魚の使ったご飯を実家にいる猫とかハッピーさんに食べさせるとめちゃくちゃ口が魚の匂いで臭いの。それは魚臭さね。本当のうわなんかに例えられないぐらい臭いっていう感じじゃなくて、そう魚の匂い。
そう、餌めちゃくちゃ臭い。こんなに変わるんだって感じ。排出物の匂いも違う。あ、それほぼ一緒か。口が一番わかる。こんばんは、こんばんは。そう、缶詰のツナとか余計に匂いがやばいの。カリカリはまだ許せるけど、あー、チュールも確かに匂いきつい。指にちょっとでもついたら一生消えない、手洗うまで。そうね、それ可愛いんだよ。そうなんだよ、可愛い。なんか耳が見えてないと恐怖映像みたいだね。あー、一個しか見えない。怖い、目が開いてる。開いた。かわいい。お眠だ。よいしょ。今日もハグレンのお話がたくさんだ。まあ、最後まで読んだからね。かわいい、ありがとうございます。ロビーター、いつもかわいいって言ってもらえる。いいね。私がほぼほぼ強制的に言わせてるようなもんだけどね。だってあの欄に入れちゃってるんだもん。ハガレンは良かったです。良かったよ。でもさ、明日からの配信でハガレンの話がちょっとずつ減っていくってなると寂しくない？私は寂しい。普通に寂しいよ。だってもうみんなにさ、みんなは内容知ってるけど、虫がこういうこの人は怪しいっていうお話も配信でなくなっちゃうんですよ。寂しい、寂しいよ。悲しい。そっか、アニメもある。そっか。いやでもこんなに楽しく見れたの、ハガレンは良かったよ。全部疑いながら読んだから余計に面白かった、全部が。とみんなネタバレせずにうずうずしなくてよくなったね、配信で。ごめんね、長くお待たせしました。何日間かけて読んだんだろう、ハガレン。一日1冊とか2冊だったけど。お口ミッフィーしなくていいよ、もう解放して。まあ次は違うアニメを見るので、その時も多分一気にはしないと思うので、配信で何話分見たらそこまでの話は私はすると思うので、皆さんまたうずうずしてください。言いたくて仕方なくなると思うけど、ネタバレしないでね。そう、次も、あー、呪術廻戦だと今始まったばっかりの方だからいいかもしれない。みんなとお話ができる。こうなんじゃない次みたいな。あ、良さそう。呪術廻戦だね、次は。楽しみだな。いやー、でもな、白髪の人で一番好きなのは宇髄さんだから、宇髄さん以上の方がこれから現れないことを願うのみ。そしたらゼルフどうなんのって感じだけど、別物だよね。フェアリーテールは別。全部好きだから。怖い、ハッピーの顔が。そう、領域展開、そうよ。回線まだ2話なんだ、ゆっくりだね、すごく。あ、今日マツコ会議さん、なんかどこまでさん付けすればいいのか分かんなくて、テレビ番組玉読みっていうアニメ皆さん知ってますか？
今番組表にあったんだけど、玉読み、あ、金音第2話が今日やるよ、テレビ愛知でワンダーエッグプライオリティ、初めて聞いたな。ワールドトリガー、あ、聞いたことある、名前だけ。見てる？ワンパンマンね、ワンパンマン、ワンパンマンじゃない、その、あ、違う、それドラマだ。そう、なんか前普通にテレビ番組でワンパンマンがあって、本当に普通にね、アンパンマンの親戚のアニメかと思ったんですよ。で見てみたら全然違くて、チャンネル変えちゃった確か録画をしてた気がする。好きそうかなと思ったら全然自分の想像と違いすぎてめちゃくちゃ違った。え、みんな知ってる？玉読み？なんて言ったっけ？さっき、あれ？どこ行っちゃった？あ、玉読み、球技の球に、ごんべんに、永眠の永、ちょっと例えが悪すぎる、永遠の縁、永遠の永、玉読み、知らないな。第3話、私を連れて行ってよ、なんか怖そう、怖い？田中たちとワンと親戚がん、そう、それは覚えてるんですよ。ちょっと似てるけど違った。あ、玉よ、あ、違う、玉よ様じゃなかった、玉よみみ女の子が野球するやつ、あーあそういうものね。女子野球、見たことない、かっこいいね、女子野球って。あ、怖いアニメじゃない、それ面白かった。あ、本当に、でもなんかダメだね、なんかこれ面白いよって言われるとさ、信じて本当に面白いんだろうな、自分に合うんだろうなって全部ね、そう解釈しちゃう ハッピーターン、大丈夫か、肉球が熱い、かわいい、マップにだ、かわいいね、触るとアクミするね。あ、これは足だ、開いてるごめんかわいい、布団を枕にしてるよ、あ、かわいい、かわいい、ずっと見てられる耳が見えない、目も見えない、なんかすごい肉球がピンクなのうっすらわかるね、足の、珍しい、いつも足見えないよね、遠いし向きが違うから。ファンタジー系好きそう、ファンタジー好きかもしれない、いやでもどうだろう、ファンタジーにもなんかさ結構分かれないどういう感じか、ファンタジー、ファンタジーとファンシーって違う、一緒、ファンタジーとファンシーって、ファンシーってなんだ、ファンシー、ファンシー、肉球の感触は気持ちいいです柔らかい、あったかかった今、あ、全く違う、待って、ファンシーってなんだ、ファンシー、ファンタジーはわかるよ、ファンシーってなんだ、カレノブタさんのハートありがとうございますファンシー、かわいい系、ファンシーグッズ、ああ、言う言う言う、
ファンシーは可愛い。違う？ファンタジーは冒険的な。あ、可愛い。あ、合ってる。全然違うか。フェリテール好きな。ファンタジー好きな。じゃあ好きだ。そうかそうか。難しいね、言葉本当にいろいろあるね、似てる言葉が。そっか、ファンシーは女の子っぽい。あー、わかりやすい。コメントがあった。待って、懐かしい。トリコだって。トリコ私見てた。ワンピースの前にやってたっけ、あとだっけ、前かな。クラッシュ、クラッシュなんとかみたいな、お菓子を砕く、あったよね。懐かしいあれ。今でもさ、トレンドに入ったりしてるの見たことある。めちゃくちゃ面白い。 CM のね、声とかが忘れらんない。ずっと脳内に残ってるの。あー、あの男の子、ちっちゃい子、細長い子、小松くんっていうのか。懐かしい。クラッシュ、クラッシュなんだったんだろう、名前忘れちゃった。ただただお菓子を砕くためのグッズみたいな。懐かしいよ。買った人いるのかな、みんな。いる？ここに。ハッピーさん、ハート。ありがとうございます。本当だ。まだ起きてるね。尻尾が動いてる。こんばんは。こんばんは。あと15分ぐらいで終わりにします。15分もないな。メールを送るので。世紀末リーダー、何それ。世紀末リーダーデン・タケシ、聞いたことないな。漫画？アニメ？どこで区切るのかもわかんない。電気末リーダー、電気末リーダー伝たけし。わかんないよ。わかんないよ。リーダー、かわいい、かわいいね、かわいい、かわいいしか言えない。ん？トリコの人が書いてた。満開？なんだろう。成長するの疑われ見たくなった。見て。私もまだね、知識ちょっと浅いから話せないけど、アニメを見返したら話せると思うので。トリコ生田さんから。ありがとうございます。世紀末リーダー伝。世紀末リーダーでたけし。おお。読まんのは読まない、読まない、読まない。まずね、漫画をね全然読んでこなかったんですよ。そうなんだよ。アニメとかな。コナンも全然見て。あ、待って、今日コナンと半妖怪者姫で、半妖怪者姫はリアタイで見れなかったんですよ。やっと今日コナンの最終回でしたね。あ、ちょっと言葉が悪いね。違う、最終回は最終回違うよ。後編3つあって、何だったんだっけ、真ん中忘れちゃった。薄め、薄めじゃないね、横目。横目でコナン見てたからあんまり頭に入ってこなかった。悪かったな。はがれにちょっと待っとけばよかった。読みたくて仕方なかったの。中編、中編か。そう、空手の、そう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 。あ
愛ちゃんがなんかさ言ってたんだけどさ、そこの部分私見てないんだよ。なんかやっちゃってた、大切な言葉言ってたはずなのに。うん、ピンこんばんは、こんばんは一年中ぶりにやる、やった楽しみ、楽しみだね楽しみだね。昔話ね、でも昔話私見てないからわかんないんだよな。1日で9冊読んだの。そう、いつの間にか読んでました。9冊 ?7 冊かな、7冊だっけ、6、7、7冊読んだ楽しかったね。そう、ヒューズさん、また剥がれの話に戻っちゃったヒューズさん戻ってきて欲しかったな。ヒューズさんだよね。もうやだな、なんかさ剥がれに影響されまくりなのね、私の脳は今。この家のさ見えないところの配線とか外の地面とかをさ見るとなんかいるかもしれないとか考えちゃったんだけど、今日どうしよう、結構やばくないやばい、結構やばい、普通に全部怖いと思っちゃった。多分でもね、1週間ぐらいしたらそういう考えはなくなると思うけどいやもう配線のところ怖かったもん普通に配線待ってたら怖いじゃん。いやもともとさ私本当に一人でいるところ時が怖いから、何でも想像豊かになっちゃうんですよ、悪いことの方を考えちゃうのね。だからお風呂も一人で夜怖いし、今でもトイレも怖いし、まあトイレとかお風呂、まあ夜中には行かないからそこは平気なんだけど、でも仕方なく入ってるよ、夜になっちゃったとしてもお風呂はね、さすがに。でも目は絶対につむらないよ前にも話したけど絶対つむんないでね、たまにねハッピーが急に不意にいるんですよ。なんか上向いて髪の毛流してパッて向いたら今さっきまでいなかったハッピーがたまに座ってこっちを向いてるの。そういう時たまに怖いんだよねハッピーが今さ鈴もつけてないから音がしないんですよ。呼吸音で聞こえるんじゃないと思ってもシャワーの音で聞こえないから怖いんですよ普通に , 笑っちゃうもん、びっくりしてってなるもん。そうドキッとする。そうなんだよ、そう足音もしないハッピー怖いのハッピー。いやそんなことないね、待って、そこで振り返るとお姉ちゃんとかいたらもうやだ、うわー今日怖いな、どうしようかな、音楽流さなきゃいけないな、やだ本当に。ニーナのダメだよ、キメラはダメダメなんだよ、もうトラウマ級だからいや実家のお風呂は平気なんですよ。実家のお風呂なんかすごい安心感がある、だってまず家族みんながいるから安心してる。1階と2階にもいるし、誰かしら絶対で、猫もいっぱいいるし、ちゃちゃもいるから、何かしらあったらわかる。一人はやっぱりね怖い大佐、大佐、大佐、大佐いてほしいやだやだよ、ちょっと剥がれ
るシーンはトラウマだね。でもそしたら呪術廻戦も結構あれじゃない、グロいっていうかさ、怖い系、私にとっては2位だね。だって怖いんだから。まあ、ニーナはみんな怖いか。犬ホラーはそう苦手ですね。絶対見ない、一人では絶対見ない。確かにエド、そうね、もうこの18巻のエドめちゃくちゃかっこいいもん。顔つきが全然違うもん。でもこれもそう、この人もさ、全てを手に入れた神じゃん。エドと似ててちょっとかっこいいなって思っちゃった。いやでもエドだな。あ、そう、名前は入内島さやかです。そうなんです、ありがとうございます。覚えてください、ニーナ、ニーナ特別でしょ。そう、強さも化け物級だからさ、恐怖、最後いい終わり方だと思ったね、思った、ちゃんと自分の想像してた終わり方で終わってくれて安心した。強さ鬼舞辻なみ、確かに無惨様と同じぐらいだね。だってな、自分の仲間っていうのかな、でも躊躇なく殺すしね、同じだ性格まで。もで人間とかもあれね、作れるしね、すぐ。怖い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 、なんか怖い怖い、嫌だ嫌だみたいなさ、漫画アニメなかったっけな、なんかちっちゃい頃こうそういう怖いの見てふとした時に思い出すんだよな。今日寝れるかな。寝れるかな、ちょっと心配だな。今日はちょっと電話して、電話しよう、配信終わったら。お母さんに電話しよう。お父さんでもいいな、剥がれの話。いやーでもなー、またニーナの話が出てきちゃうんだよな結局。あ、そっか、アマンガース見て気持ちを落ち着かせ、笑って寝ようか、で夢に出てきたら終わり。天使のアマターさん、ハート、ありがとうございます。鬼滅はね、私怖くなかったんですよ、何にも。無惨様もそんなに、他の上弦の鬼も全然怖くなかったけど、あの壺の人、名前忘れちゃったはうわーってなった。怖いとかじゃなくてちょっと引いた、容姿が。ドラゴンのアマタさんから、ありがとうございます。そうなんだよ、あ、ぎょっこ、それだ、懐かしい。ここにあるものではないかな、いや絶対出てない。うわ、なんかちっちゃく感じるんだけど、こっちで今さずっと読んでたからさ、あ、こんなに違うんだ、やば、そりゃあに18巻で終わるわ、こんな違うんだね。あ、太さも違う、あ、一緒、いや違う、なんとなく違う、もう違う、うわちっちゃく感じる、え、ちっちゃ、手が疲れない、絶対読んでて。私ハガレン、この大きい方、完全版を読んでたからさ、結構手が疲れたの。どうやって読もうかずっと考えながら読んでて、なんかいい格好で読むのを最後まで見つけられなかった。
寝転がってこうやって読むのもさ腕が疲れるし、座ってこうやって読んでるのも首と腰が痛くなるし、なんかなんだっけチェアが靴ねあればよかったんだけど、寝転がるとさ重いんだもんこれ、こうやってさ顔に絶対落ちる肘掛け、そうそれがある椅子が一番いいかもしれない、うつ伏せ疲れちゃうあーヨギボーは、いやヨギボー違うな、あの背もたれがいいやつ、よく YouTuber さんが使ってる椅子あれいいね、なんかリカピが使ってた気がする、配信あんま見たことないから分かんないけど、なんか Twitter に流れてきた写真が見たことあるんだよな、ゲームチェア、そうそれそれ、ゲーミングチェアそれだ、そうヨギボーは青海さん、赤いヨギボー、カレノバタさんお疲れありがとうございます、うーん、あお高いやつなのねあれ、確かに良さそうなの見てて、あと5分なのでメールを送るために終わりにします、ちょっと急すぎるけどハートありがとうございます、よしランキングを読みます、わあ38位、外川さんのアバターさん1位スコディッシュのアバターさん、2位ハッピーさん、3位ウサギのアバターさん、4位リスのアバターさん、5位ハッピーさん、6位ハッピーさん、7位ハッピーさん、8位ハッピーさん、9位イズリンさんのアバターさん、10位ハッピーさん、11位天使のアバターさん、12位ハッピーさん、13位シナモンくん、皆さんありがとうございました、今日もたくさん剥がれのお話ができて楽しかったです、明日の配信は多分呪術廻戦のお話かな、見れてるといいけど楽しかったです、ありがとうございました、バイバイ、おやすみなさい、バイバイ